これで一人減りましたね。木戸君、こちら小竹署の須藤刑事さん。どうも。このバカなことにしかかけられない人間だけがライダーになるのは、戦って生き残ることしか考えてない。私が被害者よ。大森町のアンティークショップで何者かに襲われたんです。大森町付近で行方不明になった人間に共通点と言えなくもないもんがあってな。あの店の気配に気づかないのか。アンティークショップ店長の加藤幸、調べてみて。店長の加賀さんって方、何週間も姿が見えないんですよ。何かあったんですか。この店長の死体が見つかったんだってさ。加賀、神崎由衣さんですね。はい。あなたの言うような行方不明事件との関連はどうですかね。この時随分都合よく現れましたね。何が言いたいんですか。あの人もライダーの。お前がシザーズだったんだな。なんであんなことしたんだ。いかですか。ちょっとしたトラブルですよ。戦うつもり。1対1で。じゃあ人を襲ってたのは。それにモンスターを強くしなければ。生き残るためにはあなたたちのようなライダーを倒さなければならない。どうして。最後に存在できるライダーはただ一人。戦わなければ生き残れない。私の勝ちですね。ファイナルベント、ファイナルベント。ライダー、倒すんだ。戦え。もう諦めろ。あとはこちらの方に任せてください。戦え。